剣と魔法のログレス西の女神ということでね、ガーディアン最近の EX の固定ダメージが60万ということで、まあなかなか苦戦してるガーディアンさんが多いのかなと思うんですけれども、それでちょっとね、あのうっかりね思い出しちゃったことがあったので、そのお話でもしようかなっていう感じですかね。まあ別に名前とか言わないんで、分かる人には分かるんじゃないかなっていう感じですかね。多分今年の初めぐらいにいた人かな、去年いたっけ、覚えてねえな覚えてないんだけど、なんか今年ぐらいだよね、になんか私にそのガーディアンを教えてくれっていう人がいて、まあちょこちょこまあ、教えていたっていう人がいたんですけれども、やっぱりね、あの初心者さんからガーディアンっていうのが、あのね、私的には非常におすすめしないので、あのキャラ作るのに1年はかかるので、火力の方がいいんじゃないかっていう感じはするんだよね。火力からガーディアンに目指すのはいいんだけども、最初からガーディアンを目指すのは超絶おすすめしない職業なんですよね。火力とかバルキリーは武器があればなんとかなるけれども、ガーディアンだけはね、武器だけあってもどうにもならないジョブなんですよ。固定ダメージ50万とか60万とかっていうのを耐えなきゃいけないっていうね、あの最低限のやつがあるので、武器だけでどうにかなるって、あの楽な方向に進みたいのであれば、あの火力とかバルキリーに行くのがいいのかなって私は思いますね。っていうのを前提として、あの人のお話でもしようかなって感じですかね。まああの人はそうだね、あの途中からね、まあそのバルキリーのまあ、バフを受けて体力が51万だか2万だかっていう感じで満足してしまって、で EX もそこそこクリアできるようになってしまって、タンデンをやめてしまったみたいなね、あのそういう方がね、なんかちょこちょこね揉めてたりもしてたらしいんだけれども、それは仕方ないよねって感じました。で私の方もあのガーデを育成するのに最低1年ぐらいはかかるよって話をして、まだその装備じゃ EX は厳しいよねって話もしたけれども、これでクリアできてますって言うからあ、めんどくせえなと思ってさ後半はほぼ俺付き合いはなかったね。まあ取り巻きさんがとても優秀だったのかなっていう感じはするけれども、やっぱり、バルキリーさんの負担が結構大きいんじゃないかなっていう感じはしましたね。なのでまあちょっとね、あの焦りすぎたかなっていう感じはしないでもない今日この頃ですかね。まあ私は別に、いいんですけれども、まあ、あとね、当時の取り巻きさん、まあ、前半の取り巻きさんと後半の取り巻きさん違うんですけれども、まあ、どっちもね、私に対して、あまりよく思ってなかったっていうね、なんか裏でボロクソ言ってたらしいじゃないですか。あの筒抜けなんで聞こえるんですよこっちにも。まあ、私はね、出会い中ではないので、まあね、恋愛事情とか知ったこっちゃないのであのね、なんだろう、私を巻き込むのやめてもらっていいですかっていう感じなんだけれども、まあしょうがないね。確か前半がワールド6の方々で、で後半が、まあ、7とか、2とかの方々だったかなまあ別に、これから先も絡むことはないのかなと思うので、まあその辺はね別にいいかなと思ってます。まあ、一応ね、あの聞かれたら教えるんだけれども、やっぱりこれから先っていうか、もう固定ダメージ60万っていうのがもうマストになってくるので、それが耐えられる人が、普通のガデさんかな、っていう感じで、それに派生できる人がもっと強いガデさんのなのかなみたいな感じで、50万ではちょっとさすがに、予備軍でいいんじゃないですかねっていう時代になってきましたね。
まあ、なのでガデの育成に関しては確か他の人の動画でも、うん、やっていたのかなと思うので、そちらを参考していただければいいんじゃないですかね。うん、現実を叩きつける役は私がやりますので、うん、本当にね、ガーデ強くなりたいのであれば、うん、本当にコツ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 やるしかなくて、まあね、頑張っていきましょうかね。私もね、コツコツとね、マスターレベル全ジョブ、レベル5にしたいなと思っていて、うん、マスターレベル5で体力が100上がるっていうキャラアビがあるので、それを狙ってね、今コツコツと、ルインを周回しているっていう感じですかね。まあ、あとね、ガデをやっていると火力にバカにされるっていうパターンも、まあ、そういう嫌な思いした方もいると思うんですけれども、ガデやったことねえやと言われたからねえよっていう感じはするので、うん、全然仕方でいいんじゃないですかね。ね、立夏腕全く強化しないで、いまだに国葬の腕を使ってるようなね、火力さんたくさんいるんで、まあ、そんだけ簡単だっちゅうことだよね。うん、武器さえあれば、簡単に、上を目指せるのが火力さん、まあ、バルキリーさんあたりなんじゃないかなと思って、あ、せっかく悪いな、俺、みたいな感じだけれども、ガデってそんぐらい、強化が難しいというか、苦行なので、うん、まああまりおすすめはしないですね。ほんとコツコツできるのであればっていう感じの、ジョブになっております。まあなのでね、ガデを、バカにするような火力とは私は組みたくないので、そこのところよろしくお願いします。そんなわけでね、今回ちょっとぶっ込んだお話になっておりますが、まあそんな感じで、うん、ガデアはちょっと、うん、強化が難しいですよっていう叩きつける、動画でした。それではまたこの動画で会いましょう。つばしゃー。